なぜ河野さんがこの自然エネルギー財団になる組織を徴用するのか、なぜ大林美和さんになる方を使われるのか、こんなの国がぶっ壊る話ですよ、エネルギー安全保障のみならず、経済安全保障や、まさに国防を含めた国家安全保障がです、ね、大変なことになる。 所管外と答えた発言者とその回数を岸田内閣で調べていただきましたところ、断トツの一番が河野大臣でありました、この答弁しない姿勢というのは私はどうかと思います所管外の保険証廃止ということを、大臣がが言ったことが問題です都合のいいときに所管外となって、あのそうじゃないときは。 自分が代表すするとと本当にこれおかしいと思い思ますそれをやめろと言うんだったらじゃあどうやって本人確認を厳格にやるとおっしゃるのかまずそれを言ってください今回は絶対に総理にしてはいけない男河野太郎のヤバさが分かる動画を集めてみました気に入らない質問にはすぐに所管外と言い突如切れ出す情緒不安定な側面を持つ河野太郎そして最大の懸念は親密すぎる中国との関係性です 国民民主党の新馬幹事長の会見を皮切りに3つの国会質疑で河野太郎の危険性をご理解いただけるかと思いますそれではどうぞこの河野大臣というのは規制改革担当大臣でありデジタル担当大臣であり行政改革担当大臣であるにもかかわらずこの気候変動の,です、ね、あの問題についてなぜやらなければならないのかあの再エネタス,タスクフォースなるですね 勉強会を突如立ち上げて、規制改革会議でやっているようでございますけれども、河野さんはかつてもですね、防あの外務大臣の当時、気候変動有識者会議というのを突如立ち上げて、この問題が発覚するはるか前の2018年から、我が党の浜野義文参議院議員があの、自然エネルギー財団の執行委員が、この有識者会議9名のうち3名も入っていると。<laughs> と政府と全く関係のないというか政府と全くですね、異なる方向性の答申を出して、それに対して当時の外務省に浜野さんが通ったところ、政府の関係とは関係のないという、じゃあ何のためにやってるんだという話ですけれども、加えて河野さん、今度防衛大臣になったときにもですね、突如、令和2年から 防衛施設の電力をできるだけ再生可能エネルギーにするんだなどという方針を出してですね、一部は5割近く再生可能エネルギーになったということです。私も防衛副大臣やってですね、この防衛施設に対する電力の安定供給というのは極めて重要ですし、えー、民間事業者が入った場合ですね、どこの駐屯地、どこの基地で、 どれだけどのタイミングで電力を消費しているんだということは極めてこれ防衛秘密にも関わる問題ですで少しですね仲間に調べてもらったところ再エネ率が100%の基地や駐屯地っていうのが結構あるんですねでその中の一部はですね外国の会社が入ってその株主は華僑の方が一番の大株主であるという実態も判明してますのでこれはですね まさに国家安全保障、エネルギー安全保障にも直結する問題です。しっかりとですね、これこそ真,面真相を究明しなければならないと思いますし、なぜ河野さんがこの自然エネルギー財団なる組織をた,また,あのたびたび徴用するのか、なぜ大林美香さんなる方を使われるのか、あのご自身からの発想なのか、 もしくは政府からのアイディアで使っているのか、これをですね、しっかりと明らかにする必要があるんだろうと思います。自然エネルギー財団なんていうのは、アジアスーパーグリッド構想っていって、日本のベースロード電源を全部ぶっ飛ばしてですよ、原子力、火力を、これ、なるべくものなくしていって、すべて自然エネルギーにして、海の向こうの中国やですね、半島やモンゴルと、 全部自然エネルギーのグリッドを作ってですよ、そして何かあったらそちらから電力を融通すればいいと。こんなの国がぶっ壊る話ですよ。エネルギー安全保障のみならず、経済安全保障や、まさに国防を含めた国家安全保障がですね、大変なことになる。でそういうことをですね、特定の大臣が、その役所の所管所証、所掌事務とは関係のない、 外務省や防衛省で、これ一生懸命やってるわけでしょう。役所としてもこれ、多分大臣からですね、この人入れて、議会に入れろって言ったら断れないんじゃないですか。ただ、その時に役所は、それぞれの人物のバックグラウンドをしっかり調べなければだめですね。次は、中国企業ロゴ問題の国会質疑の動画となります。立憲民主党のの中谷議員の追及に 逃げ回る河野太郎をご覧ください所管外と答えた発言者とその回数を岸田内閣で調べていただきましたところ、断トツの一番が河野大臣でありました、えー、国民の代弁者として選ばれた議員からの国会質問に向き合わない姿勢が、まあ、定量的に示されることは、私は大変不明なことだと思いますが、大臣はそのようには認識はされていらっしゃらないでしょうかあの委員会の所管を認識せずに質問される質問者の問題だと思います。 中谷君あのじゃあ、トラブルが起こったときにも、それを聞く委員というのはあの、委員の問題だと、要するに立法府側の問題だということでよろしいですか、今のと委員長河野大臣あの。所管の委員会で聞かれれば、閣僚が答弁をする、所管外の委員会で聞かれれば、副大臣、政務官、あるいは参考人が答弁をする、それが委員のルールでございます。委員長 田理君いやあの、答えられるんですよ、河野大臣、本当は。あのなんですけれども、あえて控えている姿勢を見ると、この問題、あんまり触れられたくのな,いかないのかなというふうに、邪推をしてしまいます。で、その上で聞かせていただきますけれどもえ、確認ですが、この資料を配布した構成員を選定したのは誰ですか、河野大臣ですか。 お答えいたします、えー、今の,方のおご示しの構成につきましては、あ再生エネルギー等に関する,き関する規制等の総点検タスクオーズの開催について、これは令和2年11月20日の内閣特命担当大臣の決定でございますけれども、おご指摘の資料を作成したものをタスクオースの構成としていたところでございます。す河,河野大臣とといいうこででよろしいですね稲熊市長 推進室次長。はい、お答えします。あの今大臣がああ規制関係担当の特命大臣の時に決まったものでございます。はい。えこの構成委員には今後も続けていただく予定ですか。お答え申しします。大臣が決定いたします。委員長。中谷君。大臣これは今でも適切だったと考えてますか。 先ほどから申し上げているように、規制改革の質問は所管の委員会でお願いしたいと思います中谷君あの残念ながら質問の終了の時間が終わりましたので、これで終わりますけれどもあの、やっぱりこの答弁しない姿勢というのは私はどうかと思います所管外とよく発言するくせに、所管外の再生可能エネルギーの会議体を突如立ち上げた河野太郎、そして、 マイナ保険証の問題でも所管外の発言をしていることが判明します河野大臣あの。診療報酬は厚労省でございますので、所管外でございまして、先ほどから所管外の答弁がと言われますけれども、質問が所管外の質問でございますから、所管外とお答えをするしかないわけで、こういうことからもご理解をいただきたいと思います、はい、高橋さん。だったら、所管外の保険証廃止ということを、大臣が言ったことが問題です。 お答えください会見で言ったら大臣ですから、ははい、はい、はいい高橋さんじゃあ、会見で大臣が保険証廃止といったことを取り消しますか野大臣あの厚労省、総務省、デジタル庁、ここで議論をして、えー、いろいろなことを決めたものをデジタル庁が代表して申し上げたということでございます。 高橋さん都合のいいときに所管外となって、あのそうじゃないときは自分が代表すると、あの本当にこれ、おかしいと思います。大臣が言ったことが最初だったわけですし、厚労省は当面存続と、あの平,平行利用ということを方針にしていました。 あの前にここで質問したことありますけれども骨太の方針で決定していたものを河野大臣が覆す発言をしたわけですよそのことに対する責任がないのかとあの重ねて指摘をしたいと思いますはいもうめちゃくちゃですありえませんマイナ保険証はもはや任意じゃなくて強制です次は河野太郎の危険すぎる人間性が露呈する動画ですで大臣にお聞きしますこれまでお聞きしてきたように今デジタル庁の現在の対応では 結局、現段階ではいたちごっこになってしまうんではないかと私は思うんです。マイナンバーカードの安全、安心と言ってまいりましたが、それはもう今の時点では言い切れない。大臣、今、マイナンバーカードから個人番号の悪用や漏洩がもう起きているわけですから、マイナンバーカードの利用は、まず一旦中止すべきではないかと思いますが、もう一度どうですか、お聞きします。 あの伊藤委員はじゃあ、健康保険証をコピーしてお渡しするのが本人確認だと言いたいんでしょうか、今、日本で一番確実に本人確認ができるのが、マイナンバーカードの IC チップから情報を読み出していただいて、本人確認をするのが一番厳格に本人確認ができるわけで、これをやめてしまったら、今以上に偽造が横行することになるわけです。 委員がおっしゃるように、健康保険証がいい。だから健康保険証を出してコピーを取ってもらって、それで本人確認をするなんていうことをやってたら、同じような偽造案件はどんどん増えていきます。だからこそ、マイナンバーカードの IC チップからきちんと情報を読み出してください。これが現時点で偽造もされていない一番の厳格な本人確認だと言っているわけで、それをやめろと言うんだったら、じゃあどうやって本人確認を厳格にやるとおっしゃるのか。 まあ、そんなに声を大きくしないでくださいよ。あの私、聞いてるのは、何もその IC シップで読み取る本人確認をやめろと言ってるんじゃないですか、今、現時、漏洩事件が起きてるんだから、一旦止めるってことは考えないのかって聞いてるんですよ、それを大きな声で大臣から言われてですよ、おかしいです、それ。 大臣穏やかに、私から言うのもなんでございますが、穏やかによろしくお願いいたします大臣、河野 <laughs> 大,大臣あの穏やかに申しますと、一旦止めたら本人確認ができないわけで、携帯電話の販売を含め、さまざま個人情報個人、個人というか本人確認を必要としているものが止まったら、経済活動も止まってしまいますんで。 一度止めろとおっしゃるんだったら、じゃあその間、どうするのかという代替案をお示しをいただかなければ、これは到底、議論にはならないというふうに思います伊藤岳君、一旦止めた時の代替案、これまでやってきたに、ね、健康検証での確認だとか、免許証の確認でできると思いますよ以上のようにパワハラで問題になった長谷川学議員に指摘されるほどのパワハラ気質の河野太郎でした。もももはや総理云々よりも議員としてもどうなのか と思う思レベルですよ。これ中国とつながっている可能性が高い自然エネルギー財団と河野太郎の親密すぎる関係性現場の混乱を無視したあまりに強引な保険証廃止の決定パワハラ気質で気に入らない質問はすぐに所管外この人が日本の総理になったらめちゃくちゃになると思うわけです皆さんはどのように思いますか是非コメント欄で教えてください